こんばんは。6時のニュースをお伝えします。南相馬市で10日、空き巣が空き巣に遭い、空き巣をした無職の男が逮捕されました。男は10日夜、以前から目をつけていた老人宅の家に侵入し、金品など計50万円相当を盗んだ疑いが持たれています。その後、男が帰宅した際、部屋の窓ガラスが割られ、金品などがなくなっていることに気がつきました。そうです。男が空き巣をしている間に、自身の家も空き巣に入られていたのです。たった今空き巣をした男が自身の家も空き巣にあったことに動揺し、あろうことか警察に通報。しかしついさっき自分が空き巣をした家の年配女性がすでに被害届を提出していたため、男は即警察に逮捕されました。失礼しました。調べによりますと、男はこんなことあると話していたとのことです。続いてのニュースです。アメリカテキサス州で4日、交通違反をした女性が本当の意味でそれをもみ消しました。4日午後3時ごろ、女性が運転していた車がスピード違反をしてしまい、警察に取り締まりを受けていた模様。女性は何とか違反を取り下げてもらえないかと必死で抵抗しましたが、警察はこれを拒否。どうしても罰金を払いたくなかった女性はここで、私の胸を揉ませてあげるからチャラにしてほしいと交渉に出ました。するとにわかには信じがたいですが、あろうことか警察はこの交渉を引き受け、スピード違反をチャラにしたのです。その後、ドライブレコーダーの映像を女性が SNS に投稿したことによりすぐに拡散され、違反をチャラにした男性は警察をクビになったとのこと。これにはネットでも、これが本当のもみ消しなどとコメントが寄せられたとのことです。こんなことあるんです。いやー、信じられないですけど。はい、あ、でもさくらアナだったら絶対やると思いますよ。あ、いや、あのさくらアナは絶対やらないです、そんなこと。いや、坪田さんが擁護してますけど、あの子絶対やるから。以上、ニュースです。